はい、山田店長のどうでもいい話、今日は映画アイアンマン3見てきました。もうバレなし、絶対バレ入れませんので安心して見てくださいってことで、それでは今日も3分で話します。ドーン。はい、アイアンマン3見てきました。で、めったに買わないパンフレットと言いつついつも買ってるんですけど、面白かったからついですね買っちゃいましたっていうぐらいすごい良かったですってことで話します。アイアンマン3、さらばアイアンマンだったかな、さよならアイアンマン、まあ、一応、アイアンマン3完結ではないと思いますけども、アイアンマン、そんな展開でですね話が始まります。で、トニーがいろいろあってちょっと鬱にですね、ちょっと元気のないアイアンマン展開が始まるんですけど、それはそれですごい良かったです。まあ、とはいえ本当にスケールのでっかい映画で、さすがアメリカだなっていうですね、この映画のパワー、やっぱスケールでかくて本当良かったですね。で、これ途中で出てくる、アイアンマンなんですけども、まさにこれはキャプテンアメリカのカラーリングですよね。随所にアベンジャーズ2のこうなんていうかな、ネタがちょこ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 出てきますんで、これはぜひ見逃しなく、布石をですねこう探して拾っていくのもすごい楽しい展開でした。それとトニーとペッパーですよね、ペッパーのこうラブストーリー展開すごい良かったです。もうペッパー大ファンになりました、私可愛いです、なんかいいです。で、ペッパーが最後らへんにですねすっごい活躍しますんで、これは必見ですよ、本当に絶対見ていただきたいなと思います、映画館で。で、最後のアクションシーンはやっぱりこうたくさんのアイアンマン今回出てくるんですけども、これはもう単純に楽しいですね。うちの息子も大騒ぎで大喜びしておりまして、これに関してはすごかったです。とですね、やっぱり映画をグッと締めたのがやっぱり悪役だと思うんですね。やっぱこの役者大好きなんですよ、ガイピアス、もう大好きでこの人が出てるだけでこの映画がまたグッと締まったっていうのと、ただの悪役じゃないっていうことですね。これ見ていただければ分かりますけども、ただの悪役じゃないっていう展開もすごく良かったし、ただやっぱり大好きな役者さんなんで最後のやられ方がちょっとですね悲しかったかな、ちょっと悲しかったです。でもまあそれはすごい映画の一つの要素なんで、ぜひこれは見ていただきたいというふうに思います。それともう一つ、エンドロールすっごい長いです。もうマジかよってぐらい長いんですけども、でも最後の最後にちょこっとだけ締めの、映像がありますんで、これは絶対見ていただきたいなというふうに思いますんで、最後まで席を立たないっていうのも今回の映画のポイントかなというふうに思う、山田店長でした。あ、3分経ちました。ってことで最後の私の決め台詞、一日一緒、本日も絶好調様ですってことで、皆さんどうもありがとうございます。さよなら。